かの。ああ、だが仕方なかろうて。アチナは今や存亡の危機。なりふりなど構っておれぬでな。じゃが。ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一生来れば敵味方の別などなかろうでな。
ておるぞ。何、球種はどうした。ありがたいや、ありがたいや。何を拝んでいる。はい、お前さん、仙宝寺を知らんのかい。金剛山の仙宝寺、尊いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたいや。ありがたいや、ありがたいや。金剛山の仙宝寺、尊いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたいや。苦労様。黒煙ですね。
エマ殿、分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた足の歯笛じゃ、こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。
お主、太郎兵に鎧を着せたそうじゃな。ああ、あやつめぐずりおってな。まったく難儀な仕事じゃった。だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあその通りじゃな。無理くり着せているからの、何かあれば鎧はすぐに剥がれちまうさ。皆の衆、わかっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために、命を捨てて参ろうぞ。我らこそアシナ、二
闘の足でしよう。おう、アシュラのために。皆の衆、分かっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために。皆の衆、分かっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために、命を捨てて参ろうぞ。我らこそアシナ、不当のアシナ衆よ。おう、アシ…皆の衆、分かっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために、命を捨てて参ろうぞ。我らこそアシナ、不当のアシナ衆よ。
皆の衆、分かっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために。皆の衆、分かっておるな。
皆の衆、分かっておるな。
皆の衆、わか